漢方をやっておりますと、病名漢方についてどう思うかということをよく聞かれます。で、病名漢方の課題ということで少し話をさせていただきたいと思います。医療用の漢方エキス製剤というのが厚生省が承認した当時、当時は厚生省だったんですけども、漢方エキス製剤というのは省に従って用いることということを打ち出したかったんです。ところがですね、漢方的な診断であるところの髄鞘治療とか弁証にのっとって診断治療をする、そのことを理解し普及していくということは極めて困難だったんですね。あまりにも現代学的なものとは違うからなんですね。で、この症に従って、この症というのは患者の特定の症候群のこと、治療と直結した症候群のことを言うんですけども、この症に従ってやるっていうのは難しかった。でもう一つは保険医療制度の医療の制限なんですね。保険医療というのは適用病名、このいう病名がついたらそれについてる薬の効能効果用量その他が全部ちゃんとついつまが合わなきゃならない。効能効果が書いてないものを関係ない病気には使うことができないんですね。ですからこの制限がある。で、そこで例えばある病気にこの漢方処方がいいと思ってそれを使ったら当然適応症がないからダメだと言われたりする。そういう時は診断結果と症とそれから処方、そういったものの関連性を詳しく説明してそして承認を受ける。あるいはですね、この病気で使いたいのに適応症にそんなことが書いてないとしたら適応症に書いてある何かの症状を結びつけてその症状のためにこの薬を使った、本当の使い方は目的は違っててもそのために使ったというような形でついつま合わせるというようなこともあったようです。で、そういうことによってですね、適応症に適応させた使い方、すなわち製剤の効能効果に縛られた使い方というのがあって、症に従って使うというよりはそういう使い方をうまく活用してやっていくという漢方薬になってきたんですね。だから漢方本来の症に従って用いるということがどっか行ってしまった。病気の診断治療でですね、現代医学は臨床検査を含めた診察の結果、科学的な根拠による診断基準があって、その診断基準に合わせて病名が決まる。するとそれに対して治療法も決まってしまうということなんですね。それに対して伝統医学の場合は診察する、そして特定の症候群、それを症というんですけど、昔はこの症を書いたんですけども、この症と病名の症と混乱するんで現在は証の方の症に書き換えてますが、治療の方針を立てるための特定の症候群、症に従ってを決めなきゃならない。でこれができるということなんですが、これはですね、日本漢方の場合、この症候群というのは処方の症候群になるんですね。頭痛とか発熱とか寒気がして、そして肩が凝ったら葛根湯、これを司ると書いてある。すなわちそういう症状の集まりは葛根湯の適応症候群であるということなんですね。すなわち処方の適応症候群が何かということで整理される。そしてそれによってその薬が使われる。昔から日本で漢方と言われるのはそうしてやられてきた。中医学の場合は若干違うんですね。症を伝ずる、この方はどういうことから病気が起こってるのか、どういう状態なのかというのは診断するのはいいんですが、それによって中薬、
薬物、生薬ですね、これを決めるんです。この生薬を何グラム、この生薬を何グラム、この生薬を何グラム、この生薬を何グラムとして処方ができるんですが、その処方はその患者さんのための生薬の組み合わせだから、処方に名前があるわけじゃないんですね。その患者さんのための処方、これはもう新薬の場合も基本的に同じですね。この患者さんに対してこういう症状、例えば風邪だったら鎮痛解熱薬、こうヒスタミンだ、鼻水ですね、咳に対して鎮外剤ってな感じで、まあアンチョコにですね、これら4つの薬が混じってるなんとかカリウというのは使ったりしますが、それはまあ比較的平均化された病態であって、大したもんでない時にそのなんとか下流で済ますということもありますが、基本的には体重が大きいとかいろんなことによってですね、その薬が選ばれて処方されていく、これは新薬のやり方ですが、それと全く同じなんですね。個々の生薬を組み合わせて処方を作っていく、ちょっと違うんですけども、これとも違うんですね。この場合はこういう治療した時の薬の保険診療は個々の生薬の薬価から導いたし、それと調剤手数料やらで処理されるわけですね。でこれの処方というのがあります。でこれといろいろあるんですね。そこで、特に漢方中医学の処方を取るということ、これが非常に難しいということなんですね。そこでまあその話をする前に、病名漢方の病名という漢方についてお話すときに、漢方エキス製剤についてちょっとだけ歴史的なことをお話します。局方に漢方処方が収載されていた時期があるんですね。でこの時はですね、葛根湯とか小半夏が伏龍湯とか、おそらく小生龍湯とか、こういったものがあったんですけども、これは個々の生薬を刻んでまとまってる、これだけ横辺に載ってるんです。で患者さんはその生薬を家へ持って帰って土鍋でクツクツ煮て煎じ液を飲む、家で煎じて飲むということが基本の処方なんですね。だからエキス剤ではないんです。ところがその後、東大医学部のエッチという教授がヨーロッパへ出張したんですね。これはもちろんヨーロッパで学会に参加したんだと思いますが、学会に参加した。でこの先生はおそらく神経が弱くて十二指腸潰瘍とかになってたんじゃないかなと思うんですけど、漢方薬の常用してたんです。ところがこの出張、今飛行機で行くとしても時間がかかります。まして当時船で行くんですから、そんな途中に煎じたりなんだというようなことはもうとてもできないわけですね。でそこで困った時に、武田薬品にいたおられた GW という人がこの先生の常用薬であるサイコケイストを研究所で煎じて、そして機械で乾燥エキスを作って、そしてそれを先生にお渡ししたんですね。で先生はこの乾燥エキスを持って必要な時に少しずつお湯に溶かして飲んで出張を無事に終えられたんですね。でこの経験が煎じ液を乾燥エキスにすることができる、そして持ち運びもできる、便利だということが、軽視、この軽視の先生としてT 教授というのがおられるんですが、まあ、このグループがおられて、この軽視がある会社に勤めて、そしてエキス製剤というのを開発して一般用として販売されたんです。で、これが製剤として販売された最初ということになります。これが、製剤化された最初でしょう。
で、これが製剤として販売された最初ということになります。で、この時の許認可がすごいんですね。当時製造法の許方法、これをこう混ぜてこうやって何度で煎じてこうして何どんなふるいでろ過してこうこうこの液をどういう方法で濃縮してという感じで書けばいいんですね。品質管理になったらかなり今から思えばびっくりするような方法なんです。例えば西湖警視庁の品質管理としたら、西湖警視庁の乾燥エキスの一部を試験管に入れて水入れて振る。で、微細な泡があれば西湖が配合されているという確認になりますというんですね。確かに西湖自身なら西湖の粉末に水加えて振ったら西湖のサポニン、サポニンというのは石鹸という意味ですからね、西湖のサポニンが泡立ちます。しかし西湖形質になれば西湖もあれば人参もあれば肝臓もそういうサポニン含むものはいくらでも入ってます。泡が立ったからといって西湖だという保証は何もないんですね。だけどそれでも認められた。西湖の確認試験、水入れて振ってる、だから西湖形質の水入れて振れば泡が出る、これでも通ってたね。まあそういう方法で承認された、こういうエキス剤があったんですね。ところが医療用漢方エキス製剤になっていくのはその後、緑小法について小太郎製薬というところが1967年にエキス剤を出して医療用として承認された。この承認ですけども、製造方法品質管理はほぼ変わらないと思います。このやり方だと思う。なぜならその後に承認されているものの承認書を見ても変わってないから。で、ここのところで大きく特徴があるのはここの効果なんですね。ここには難病、肝炎、糖尿病、脳溢血というとてもびっくりするような病名が書かれてるんです。で、こういう病気をある製剤の適応症に入れようと思ったら、新薬の場合はものすごく経費をかけてものすごい臨床試験をしないと追加ができないわけですね。だけどこの当時こういうようなものが簡単に追加できた。なぜならですね、ある先生がこの漢方処方をこういう病気の患者さんにあって効果があったと報告されていますというような雑誌の一ページだとか一例報告でもそれを出せば書くことが認められた。ものすごく簡単だったんですね。ですからこういう試験方法とこういう方法で効能効果が書けたから、これはすごいすごいということで追加が42処方できたんですね。これについては全部この方法を踏襲したんです。ここのところでオレンゲ毒糖を参考にしてお話しますが、体力が中程度以上でのぼせ気味で、顔色赤くがイライラして落ち着かない傾向のある次の所掌、微出血、不眠症、神経症、胃炎、二日酔い、血の道症。血の道症というのはですね、血すなわち月経だとかお産に関連して神経症状が出るのを言うんです。三熟神経症とかね、そういう月経時の、精神的な不安とかそういった精神的なものを血の道症と言います。それはめまい、動悸、更年期障害、湿疹、皮膚炎、皮膚のかゆみ、口内炎、こういったものがオレンゲ毒糖の効能効果として認められてたわけですね、 OTC として。ところが医療用についてはこれ以上に滑血、吐血、下血、脳溢血、高血圧、心肌梗塞、ノイローゼ、こんなものまでが先ほどの一例報告のようなものによって追加することがされたんですね。もちろんこれは OTC では認められませんけども、
医療用として申請するときにこんなもんが書き換われているんですね。でここではそれが認められた。でこういう試験方法とそういう簡単な症例報告から適応症が取れたものがここまで来たんですが、このあとですね、OTC の一般用の製剤のために一般用漢方処方の手引き、一般用漢方処方の手引きというのが厚生省から出たんですね。で210章入ってるからそれにちなんで通称210章と言います。でこの手引きに従って申請すればややこしいことなく簡単に承認しますよというのがこの手引き書だったんですね。でこの手引き書を出したんですが、ちょうどその時に拡大修正でもう我も我もと出したんです。ところがこんな病気まで書かれちゃ困るんで、この210章一般用の210章法の効能効果に従ってくださいという医療用の育成剤なのにこういうことになった。これと一緒になっちゃった。で、ここでマルカンというのができるんですけども、これはここに絡んでですね、というのはこの製造法、昔は技術的にいろんな問題があったんですね。ですから例えば詳細こと 25g、 生薬全部で21g ぐらい、 20g ぐらいですね、詳細ことの場合で、そのグラム数を使ってガーッと煎じて1日分の飲み薬ができた。でそれから水分を蒸発して乾燥エキスが得られた。その乾燥エキスはね、なんと5グラムぐらいあるんです。するとですね、20グラムから5グラムのエキスが取れるんですが、このエキスそのままでやったらベトベトだし、錠剤にもできないし散剤にもできない。当然サラサラしたものにしなきゃならないから不敬剤を加えるんです。でその不敬剤の量がなんとエキスの3倍いったんです。おお、3倍かと言いますけども、20グラムから5グラム取れてそれの3倍ですから元の生薬量と変わらないんです。だとしたらそんなもん売れない。そこで1日分の煎じ液から作られた製剤を2日分として売るんです。そういう方法、いわゆる 50% 製剤ですから、210処方についてはエキス量は 50% 製剤から 100%、 50% でも認めますよ、半量製剤でも認めますよという形に書かれています。そしてさらに当時それを扱ってた薬局漢方の先生方は、漢方薬は2倍か3倍飲まなきゃ効かないんですよということを常識的にみんなに知られてたんですね。でそうやってやられてた。ところが医療用になったのに 50% ってそれはおかしいんちゃうかと。半分しか入ってない、本来の薬の半分しか入ってないものを製剤として認めるなんておかしいんじゃないか、もう一回きっちりやり直せということでマルカンになったんですが、このマルカンというのは何かといえば、昭和60年に医療用漢方エキス製剤の承認と品質基準ということで、内容の重点的なのは標準投与との同等性なんです。すなわち1日分の煎じ液からできる製剤は1日分のあれにならなきゃならない、半量とかは低くない、 100% にしてください。そしたらね、メーカーさんいろいろね、わーって言うんです。で妥協してね、プラマ30というのが出たんです。ということは建前は 100% 製剤ですけど、マイナス30、すなわち7割製剤でも OK ということになったんですね。ですから現在100と言っても70かもしれません。それもあります。ところでそれの基準になるのが使用成分と移行率というもので、使用成分というのはある特定の生薬にだけ含まれていて、抽出の過程で分解したり
蒸発したりしない特異な成分、それが原料にどれだけ入っていて洗浄液にどれだけ入っているか、その比率から移行率を決めなさい。だからある生薬成分は 50%、 ある程度は 30%、 あるものは何になる、グリチルリチンはだいたい 50% ぐらいとかいうな感じで移行率が出るんですね。で、この使用成分移行率原料生薬製剤の含量から原料生含量、すなわち例えば芍薬のペオニフリンは極方 2% から以上ということになってますから、もし製剤中に含まれている量から100ではないということが分かれば、その製剤は回収しなきゃならないですね。ですからそういったことによって 100% というものを担保しようとしたんですね。まあ実際はこれはありますが、そういうことをした。これがこういうことによってやり直しなさい、1年以内にやり直してその申請書に丸勘という赤いハンコを押しなさい。で、このハンコが押してあれば優先的に処理して審査しますという話になった。で、こうだからこういうことをやることを通称丸勘の時以来とか丸勘のどんどんっていうのは、これは全部このことなんですね。で、この時にですね、容量の目標を1日 6g 以下にしてほしいと言ったんです。ところがメーカーさんはわんわって言うんですね。あるメーカーさんとしてはもう 7.5g に統一してるんです、1日分。実はそのメーカーさん朝晩で 2.5 だったんです。で、1日 5g だったんです。で、まあ 100% やらにするにはいろいろあるから、もう2.5 で朝昼晩で 7.5g にしようと。これは楽だと。で、全ての製剤を 7.5 にしたら、お医者さんは処方ごとにグラム数が違うのを覚えなくてもいい、気楽だというので全部 7.5 にした。他のメーカーさんは 6g とか 4.5g とかあるのに、このメーカーさんだけは全部 7.5 したんですね。で、オレンゲ毒というのがあるんです。エキスがたった 1.5g しか取れない、皮膚もサラサラしてるんですね。で、3g の乳糖を加えて 4.5g、 3の倍数 4.5g の製剤にするのが常識なんだ。だけど 7.5 にしてますから、 1.5g のエキスと 6g の乳糖なんですね。オレンゲ毒糖はオーレンが苦いということが重要なんだ。苦いのが平気な人に効くんです、体に合うんです。もしオレンゲ毒糖飲んでて苦いな嫌やなと思った時は、体の質が変わったんで薬を変えるべき時期だ。そういったことも苦味ということで分かるんですけどね。エキス 1.5g 乳糖 6g やったら甘いんです。ですからオレンゲ毒糖の製剤というよりはオレンゲ毒と風味の乳糖というような感じなんですね。そして今度はドクター、そういうことに対して比較的 無頓着の先生なのかと思いますが、オレンゲ毒と、どこどこのオレンゲ毒とは甘いから患者さん喜ぶよ、違うかなと思うんですけども、そういうようなこともあります。だから 1.6g 以下っていうので、4.5g の製剤もあれば 6g もあるんですけど、もう全て 7.5 というメーカーさんもあるんですね。この辺もだいぶ製剤学的な面でちょっとおかしくなってます。で、小に従って用いる、もう小を無視して、先ほどの言ったように小に従って用いるって言ったら、もうとてもとてもビジネスが成り立たない、簡単な病名漢方へって言ったわけですね。で、こういったこと、なんで私が詳しいんかと言いますと、この厚生省に国立衛生試験所があって、そこに小薬部があって、こういうことをやってたんです。で、小薬部長は原田先生、そしてこれの担当の責任者が野口さんだったんですが、野口さんは私の大学の同じ教室の先輩なんです。
2年先輩なんですね。ですから非常に親しい。ですからこのために、私はこれに参加したんです。呼び出されて参加したんですけども、野口さんの家に泊まって一緒にいろいろ話したして、だから裏の裏まで聞かされてるんです。でその野口さんは亡くなられました。もう何年か前に亡くなられました。そしてこの時に参加した大学関係者は私ともう一人おられるんですけど、その先生も先年亡くなられました。ですからこのところに参加してかつ生々しい話を知ってるのは私一人、今はもう。ですからちょっと、はっきりといやらしいことを言いました。で、エキサイドの適用性、そこでマルカンというのができて、製造法品質管理に対することは改善された、曲がりなりにも改善されたんですね。ただ問題はこれが残っています。こんな現代学の薬だって大変なことをそんな簡単に書かれてるのはおかしいんじゃないか、薬効再評価をすべきだということになったんですね。そして発処方が選ばれました。本当は全部やらなきゃならないんですけど、もう大変だから発症法だけでもやりなさい、これが OK なら全処方が OK だということにしましょうということになった。30年前、ほぼ。そしてその結果、詳細孤島が肝機能障害で承認されたんですが、本当は肝機能障害の改善なんですね。それを飛ばしてここで終わってます。大王肝臓とは刺激性下剤ですから便秘症にの評価が取れるのは当たり前ですね。小生流と花粉のアレルギーなんかのアレルギー、これは取れた。で、7処方再評価資料の作成があったんですが、詳細こと加齢胃炎なんですね。それからオレンゲ毒等は先ほど高血圧で書いてあったんですが、再評価は高血圧の随伴症状なんです。小生流頭気管支炎、白虎化認知等薬剤性の硬化アトピー性、これちょっとずれてますね、それから立群子等、上部消化器機能障害異常とかね、軽視化芍薬とは過敏性症候群 IBS ですね、それから芍薬酸とは月経痛と小村帰りなんですね。なんか効能効果違うんですね。書かれてる効能効果とだいぶ違うことなんですけど、まあ一応これの資料結果は提出されたんですが、まだ承認、最終的にこれでよろしいという話にはなってないんです。ですから適応症というのは極めてあれなんですね、いまいちなんです。で、病名漢方の手、ここでチョレートについてちょっと例を作ってお話します。チョレートの適応症は A の会社は医療用で、喉が渇き、排尿痛あるいは排尿異常、尿の色は赤いかまたは血液の混じるもので、あるいは腰や下肢にむくみがあるもの、節があるものというのがあって、そして胃炎ネフ、病名としては胃炎ネフローゼ、膀胱を語る尿道炎、腎臓膀胱の結石、排尿、それによる排尿異常というのに書かれています。違う会社は尿量が減少し尿が出にくく排尿痛または、残尿感のあるもの、 A 社はこれなのは早く出せた、こちらの方は一般用漢方処方の手引き210処方の適応症に準拠しなきゃならなかった。ですから一般用のチョレートの適応症は体力にかかわらず使用できて、排尿異常があって、時に口が渇くものの次の所掌、排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿、むくみ、排尿困難ということで医療用の尿量減少し尿が出にくくというようなところがあるんですね。あるいは排尿痛がありますね、排尿痛がありますね、で残尿感ありますね、むくみがないんですね。これの中にはむくみがないんですが、一般用ではむくみがない。で、これだけ違うんですね。
だけど A 社と B 社はこれ適応症がこんだけ違うけども薬がこんだけ違うんじゃないんです。品質がこんなに違うんじゃないんです。こっちの方が品質がいいかもしれない、わからない。この書かれてるからといって薬の効き目が合わせないんですね。ただこちらの方が病名漢方としては楽なんで、病名たくさん書いてますからね。これほとんど書いてませんからね。こんだけ書いてあれば保険診療がやりやすいということですね。さてこの貯霊と貯霊伏霊託舎活石阿胸からなるんですが、利水作用貯霊伏霊託舎なんかは水分の代謝に関係します、そういう働きのある生薬ですと言われてんですね。で利水というのは利尿じゃないんですね。利水イコール利尿じゃない。ただ貯霊だけは利尿剤的な効果があります。ですから五苓散を飲んでもうちょっとおしっこの量が多い方がいいのになと思うときは五苓散をたくさん飲むんじゃないんです。五苓散の貯霊を増やすんです、ね、そういう貯霊はどっちかというと利尿剤的な役割がある。ですからこの貯霊と貯霊の入っている貯霊糖はおしっこをどんどん作る、そして膀胱から尿道をどん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 と洗うという薬なんですね。でこういったものがありますが、おしっこをたくさん出すということが一つのこの薬の重要なところになります。まあ、炎症を抑える部分もありますが、おしっこの量を作るというところにあります。で、ところで精神錬心という処方、龍胆射管湯という処方、それからもう一つ龍胆射管湯という処方、これは全く同じ名前ですが出典が違うんですね。さてこの3つの処方を見比べれば、残尿管残尿管排尿痛排尿痛尿の濁り腰気尿道炎、尿道炎ですから、まあ、排尿痛とかこういう関係すると思いますね。膀胱カタル陰部陰部腰痛腰気いうのは婦人科疾患ですね。子宮部内膜炎、こんなにいいと書かれてる。じゃあこれとこれどう比べるんだということですね。ここで注目するのは精神というのと社官という言葉。精神というのは神というのは五臓六腑の中の考えたり判断したりするような最も行為の中枢ですね。それの気持ちが高ぶってる、それを冷ます人生だ。こちらの方は官ですが、肝は怒りと関係する。だからプンプンカンカン怒っている、その怒りが激しいものを鎮めるというのが社官の意味になる。だからこれは鎮静剤で焦り、こちらは鎮静剤の怒りです。じゃあなんでこんなおしっこと関係するのかということですね。精神と社官、これを比べてみたいと思います。これはですね、比較的体力があり下腹部筋肉の緊張する傾向がある人という、まあ、章の一部が書いてある。じゃあこれ一体どんな意味があるんだと、これなんですね。怒ってるんです。怒ってるということは肝が高ぶってるんです。ガーッと燃え上がってる。じゃあなんで下腹部が緊張するのと関係するんだということですが、日常的な鬱憤があったり闘争的な怒りがあるとですね、あーっと怒るとですね、下腹に力入れるんです。あーっという感じですね。あー、それが日常的にあーっと下腹に力入れてぐーっと警戒した闘争があるんですね。でこういう人は下腹に力が入れているために下腹部の筋肉が緊張しています。でそれによって緊張すれば当然筋肉が働いているんですから熱があるんです。熱が出たら当然股関部その下半身に発汗があります。
と発汗すると湿度が高くなり体温の温度があり皮膚の栄養があれば3つ揃うとこれは完全な細菌培地なんです。すなわち下腹部が緊張している怒りっぽい怒ってる人はここに細菌培地を持ってるようなもんです。股間部にだとしたら当然細菌は発色するし尿道あるいは陰部から細菌が入って婦人科疾患や尿道の疾患になる膀胱の疾患になる。そして培地ですからいかに消毒しても何してもまた細菌を発色しますから始終再発する。これがこの人の特徴でこういう人の流胆射管と残尿管排尿痛尿を作る腰けなだから細菌性だから尿の濁り腰けなんかが考えてるんですね。これが重要なんです。怒りすなわち怒りの管の炎が上に燃え上がってることそれを沈めてやろうというのが流胆射管等の意味になります。ですから単に残尿管排尿痛という病名だけよりもむしろここが重要なんですね。でここを重要に考えれば流胆射管等は怒りっぽい人プンプンしている人そしてプン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 してるから血圧が上がってる人に流胆射管等を使うことによって血圧を下げるおとなしくさせて血圧を下げるということもできるんですね。だからこれとは全く関係がない使い方っていうのは一般的です。流胆射管等というのはこれよりもですね鎮静剤的な使い方の方が本当は多いんです。で、細菌性で泌尿器血管婦人科疾患まあ男性の場合はね尿道口はだいぶ別なところにありますから必ずしもならないですから婦人の場合は構造的にこういった病気になりやすい。精神練心の方は口や舌が乾いて脳がデシブル。口や舌が乾くというのはどういうことかというと例えば人前で話をするときに緊張して口が乾いてくるんですね。でその時に困らないようにペットボトルの水なんかが縁壇に置いてあるわけですね。でそれを飲んで口を湿らせる。緊張すると口が乾く冷や汗をかくがありますね。これは全部焦りなんですね。理性の高ぶりこれを抑える冷ます性は冷ますですね。冷ますのは精神練心ということになります。ということはこういう人の残尿管頻尿排尿痛というのは我々が経験するのは例えば試験の前なんかにああ試験だ大丈夫かなと思うとおしっこに行きたくなる。すなわち試験が大丈夫かなという気持ちの焦りがおしっこに行く。それほど出ない。これはこのパターンになる。だけどもおしっこに限らず焦りが高ぶって眠れないとか何かの時には精神練心でいいわけですね。実際精神練心はですね心中蓄積しているものを治す心の中にいろいろこもっているものを治します。いつもなんか、もだえている。そして考えるということ労力が原因で考えすぎで憂鬱になって抑うつをしている。で上性下挙すなわち上に上にのぼせ上がっている心下受炎上で、そして口舌が乾燥して眠れない。だからこの薬を飲めばいつも飲んでれば理性が静まって精神的な鎮静作用があって精神が養われます。また男子五輪リンというのは尿のデシブル病気をリンと言います。だからリン病だけで限らずいろいろあるんですが五輪5種類ありますが五輪そういう尿のデシブルものあるいはご婦人の、体液腰から下の病気赤白織物があるというような時にも精神霊心を使います。だけど基本的にはこれは焦りなんだ。流胆射管等は肝が高ぶってここが湿って細菌性
こちらは無菌性なんだ。だから無菌性膀胱炎とかいうような名前がついた時に精神錬心の可能性も多いってことですね。精神錬心の残尿管、頻尿、排尿痛、龍胆射管等の残尿管、排尿痛、尿、ここのところは今言った細菌性の部分がある。こちらは焦り、こちらは怒り、2種類、心と肝の違いということになる。ですからこの病名だけにこだわったら、これは OTC の病名ですから、本来の病名はこちらは精神安定剤で、これも精神安定剤、違った種類の精神安定剤。いいことに眠くならないから車の運転差し支えないんですね。そういうものがある。肝と心。龍胆射管と摂氏十六種のやつ、龍胆射管と一貫道のもの、この二つは同名です。同名医法です。名前が同じで近った処方。こちらは9種類入っていて、こちらは16種類ですから全然違うんです。で、こちらの方は怒りなんです。だけどもこちらの方は射管と書いてあるけど怒りと関係ないんです。こちらと共通するのは股関部の病気だということが、蒸れて病気になっているということ。じゃあその蒸れて病気になっているということからこれがついているだけのように思います。一貫道がですね。というのは解毒小体質の薬ですが、この一貫道の龍胆射管等というのは昔遊郭で遊びに行ってかかる病気、今で言えば風俗ですね。遊郭で言えば風俗ですが、そういったところで不衛生なことから病気をもらってくる。ですからこれの一貫道の森道博は、この龍胆射管等は子供に使うことはないって言ってます。当たり前ですね。子供そんなとこ遊びに行くことはないんですね。で、そういう解毒所、遊郭、昔の遊郭、風俗でうつるような病気、これを指してます。だから股関部の病気であるという点では共通してますが、全然違う薬ですね。で、龍胆射管等、これは便毒といわれる横根、生殖器の疾患ですね。それから下管といわれる陰部潰瘍とか梅毒、淋病、こういったものを指していると思ってもらったらいいと思います。ですから全然違うんですね、薬が。さて、ちょっと話が変わって吸気境外等についてお話ししていきたいと思います。小寒雑病論では婦人妊娠病の脈象並び道というところで書かれているんですね。第二十編であります。で、これを見ますとですね、婦人老下あるもの、半山ありて後下血が続いて止まらないものが書いてます。これ半山というのは半分のお産ですから流産です。流産してそれで出血が止まらずで、あるいは妊娠していてお腹が痛くてとかいうのは、それは放送と言ってというような感じで書いてますが、これは全部子宮生殖器からの異常出血を指してるんですね。するとこの吸気境外と生殖器の異常出血の止血薬ということになる。ところがですね、自出血、前から出血するんなら牛から出血するのにも使っていいんじゃないかと言って自出血に使ってみたら効いたんですね。そこで OTC の適応書、吸気境外等の適応書を作るときに、生殖器からの異常出血、これはですね、計量で治すもんじゃなくて、セルフエデュケーションで治すもんじゃなくて、すぐお医者さんに行って治してもらうべきもんだということで、これは認められない。だけども自出血に応用して自出血に効いてるんなら、自出血の止血なら別に構わんでしょうということで、これが認可されたんですね。そこで医療用医薬品の承認の時に OTC の210処方が自出血になってますから、
医療用医薬品の承認はなんと早く出して好き勝手な、あれが好き勝手とは言いませんが、かなり自由に気楽に適応症が取れた A 社の場合は、冷え症で出血過多により貧血するもので、自出血もありますが内出血、産後の出血貧血症ということで、婦人あの産後の出血が入ってるわけですね。 C 社の場合は自出血、医療用でありながら B 社 C 社の子宮肌障害とは自出血になっている。自出血なんてこれはなんか頭もぐるぐる回って出てきた症状なんですね。で自出血になって、これが適応症なんですね。でこれで言えばですね、いっぱい書かれたのはこの時期に出されたもの、自出血で書かれてるのはこの時期に出されたものですね。だから薬が効き目が違うんじゃなくて、出した時期がたまたまこれだけのズレがあったから適応症に差ができてる、医薬品の品質に差があるわけじゃないということは分かってもらえると思います。さてこの吸気障害とさらに足せば、これらは始末等といって結局の制約なんですね。で結局というのは、これらは止血、肝臓は吸迫を抑えるということですが、この結局、血液の働き、含有成分、状態などがいずれかの状態で不足というんですけども、血液の役割というのは栄養物を運ぶこと、例えば内分泌のホルモンなんかを運ぶこと、血液の適当な粘度を保つこと、浸透圧を保つこと、そういったことは、あるいは血液の凝固機能を維持すること、そういったものが血液の持ってるべきもんですが、そういった何かが衰えてきてるときに結局というんですね。ですから、血液の止血は血液の凝固能が低下していることも一因なんですね。で、それを改善する。それはさらに止血そのものを止める外用波長がある。だとすれば、吸気障害と生殖器の異常出血は、これは目に見えることなの。出血してるのがね。ただ、古代 脳内出血なんかあったのわからないんです、昔の人は。頭蓋骨の中で出血しててもですね、その人がそれで頭痛を訴えたり倒れたりしてもですね、脳内に出血したんだということがわからない。頭蓋骨開けなきゃわかりませんからね、開けたらもう即死ですから、もうわからないんですね。で死んでからもそんなことを確かめようもないんですね、気持ちもないんですね。ですから脳内出血はもう見えない、非可視的なもんなんですね。でこういったものも吸気障害と効くんじゃないかと考えられるわけですね。である時あるお医者さんが脳内出血で倒れられた。で当然お医者さんだから薬も分かってるし、それからいろんな検査をすることもできるんですね。見る機械で見ることもできる。で新薬使ってもどれも治らないんで、ある漢方のよく知ってる先生に漢方薬で何かないかと言ったら何か出されたんですね。ところがどうも効かない。でその先生が私に、僕はどう思うと言われたんで、これを思い出したんですね。それなら吸気障害等しかないんじゃないですかって言ったんですね。でもしかですね。で、したら吸気障害等を出されたら、なんと1週間もしたら診察できるくらい、どん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 と小さくなっていって、もう1週間したら普通に診察もできるようになったんですね。びっくりされましたね。そのかかった西洋医のお医者さんですが、自分でどうなってるか分かってんですか。それが吸気障害等で良くなっていったんだから、っていうのはすぐ分かるんですね。すなわち、非下肢部での出血にも、例えば脳内出血なんかでも吸気障害とは使えるんじゃないかということになって、その先生ですね、その後
結構そういう症例に対して使ってですね、いい効果結果が得られて、時々私どこに何々でこれあれものすごいいいよ救急がいとわって言ってきてくださることがある。するとこの脳内出血は見えなかったから書いてないだけで、本当は止血から考えるとリーズナブルだということになるわけですね。理屈に合ってるということになる。で、このように漢方処方をちゃんと見れば適応症、これ自出血なんだ。しかし本来は子宮出血なんだ。だけどその薬の本来の意味を考えたら脳内出血にすら良かったんですね。こういうこともあります。救急境外と血液の正常化として部位に元気をせず止血という点を考えてみればいいでしょうということを私は言えるんですね。だから適応症、病名に縛られたらダメなんだ。それをもっと深く考えたらいい医療ができます。で、これがマルカンの時でしたけども、これに対して症に従って用いろと言ったんですけど、これはもう病名漢方に振られちゃいました。しかしまあビジネスとしては病名漢方は楽です。一部の先生方にとっては病名漢方の方が使いやすいです。しかし病名漢方にハマってる以上は本当の漢方の治療はできないと思います。救急外等ですね。 A 社はこんだけある、 C 社、 BC 社は自出血ですからね。脳内出血のような古典を超えた処方の応用というものも考えられる。漢方というのはなかなか面白い、奥が深いと思います。2000年以上臨床結果を集積してるんです。ダメなものは効かないものはもう消えてたはずなの。ということはその2000年間の統計的なエビデンスになっていると思います。で、自然科学的な医学、現代医学と自然鑑賞法による哲学的な伝統医学、この2つは補完し合って良質の医療になります。中国も西洋医と伝統医が、中医が一緒になって合作して医療を支える、国民医療を支えると言ってますが、日本の場合も補完し合って良質の医療を作り上げていかなければならないと思います。確かに病名漢方というのは安直な方法なんですけども、漢方の基本、症をしっかりと考えて用いるということがこれからのやり方ではないかと思います、ね、であるとすれば、もう一つは漢方医療の教育体制を整備してほしい。先ほど話したように中国は憲法で現代学の大学と、それから中医学の医科大学と2つの6年生大学があるんです。で、現代医学と西洋医学両方できるお医者さんを高級医師と言います。伝統医学だって6年かかるんです。西洋医学を学ぶのと同じだけの年数かかるんです。ちょこちょこっと勉強してものになるもんじゃないんです。そういう意味では漢方薬、生薬、認定薬剤師というのが厚生省がやって、現在薬剤師会に任されています。ドクターの場合も漢方専門医という形で一生懸命研鑽を積んでおられると思いますが、漢方医の認定のもっとレベルの高いところって言ったら失礼かもしれませんが、もう少し本腰を入れてほしいなという気はしますね。これらが共同してこそ本当の医療ができます。そして脱病名漢方、これが本当の漢方を育てる、そして利用できるものになっていくと思います。漢方規制剤の課題はもう一つは処方を分離するということ。医療用のものと軽医療用のものと、
適応症欄の記載をもう少しはっきりさせていった方がいいと思います。癌剤だとか加減法、そのためにもっと技術的制度的なものを捉えていく必要があると思います。特に癌剤、多くの漢方処方は癌剤なんですね。煎じなくてもいいものがたくさんあるんです。で、そういったものを作ろうと思ってもなかなか時間がかかるとか、技術的なものがあるとか、それから、薬価報酬が、調剤報酬が少なくてとてもペイしないとか、いろんな問題があります。これをもう少し改善してもらったらいいんじゃないかなと思います。そして脱エキス、在漢方、加減法、脱エキス在漢方のあれになると思います。より良い漢方医療のためにぜひこういったことも考えていただきたい。これが私の病名漢方にどう思うと言われた時の返事なんですが、少し長かったようです。